聖ソフィア大聖堂聖ソフィア大聖堂は、ウクライナの首都、キエフの真中心にあるキリスト教の大聖堂である。ウクライナ最初の中央政権国家、キエフルーシ最大の聖堂として1037年に、建立された。10世紀から13世紀、15世紀から18世紀の間、キエフ不主教の主教座大聖堂であった。現代において、11世紀から18世紀までの、 ウクライナ建築史上最も名立ちたる教会であるとされる。1990年にキエフの聖ソフィア大聖堂と関連する修道院軍及びキエフペチェルシク大修道院の一部として世界遺産リストに登録された。ルーシ時代の大聖堂の模型。マザッパの時代に建てられた大聖堂前の塔。ルーシ年代記によれば聖ソフィア大聖堂は1017年。 内市1037年に、キエフ大公国のヤロスラウ大公によって、混流されたのである。また、同じの年代記の伝説によれば、その大聖堂は、ヤロスラウがペチェニー妃の大軍を破り、大勝利を得た場所に建てられたという。聖ソフィア大聖堂は、キリスト教徒国家の権威を主張するために作られた。その大聖堂は11世紀から13世紀半ばまでに、 キエフ及び全竜シの不主教の座、大公たちの即位儀式、結婚式、葬式の場所、それに異国施設団の接待の場所として多面的に利用されてきたのである。大聖堂ではルーシュ初の図書館と大学が存在し、国家の歴史編纂作業も行われていた。キエフの聖ソフィア大聖堂は中世ヨーロッパの建築の中で最も大きい建物の一つであった。 その広さは54.6メートル、長さは41.7メートル、床から中央ドームまでの高さは28.6メートルほどであった。大聖堂は5つのネーブ、5つのアプスト13のドームを有していた。大聖堂内では色彩に富んだモザイクフレスコイコンがあった。全体として大聖堂はビザンツ様式で建てられ、レンガ色の壁と鉛色のドームを持っていた。 その名称は、ビザンツ帝国のコンスタンティノポリスにあった聖、ソフィア大聖堂にちなんで名付けられたと言われている。1169年にキエフは、現在のロシアの故郷と呼ばれる、ウラジーミルスーズダリ大公国の軍勢によって、略奪された。その時は、聖ソフィア大聖堂は初めて大きな被害を受けた。その後、1240年、キエフはルーシに侵入したモンゴル帝国の、 大軍によって包囲されて占領され、キエフルーシが滅び、大聖堂は部分的に荒れ果てた。1569年に聖ソフィア大聖堂はウクライナカトリック教会の司教座となり、大聖堂内では本格的に修理が行われた。1633年になると、その大聖堂はウクライナ聖教会の手に渡され、イタリアの建築家、オクタビーのマンチーニが、 修理作業を指導した。イヴァンマゼーパによって始められた作業はようやく1740年に終わった。大聖堂は内部の古来の装飾が保存され、外部だけはウクライナバロック様式で作り変えられた。現存している聖ソフィア大聖堂は当時の姿のままである。聖ソフィア大聖堂は東ヨーロッパの諸国にとっては最も重要なキリスト教の古地の一つである。 現在、聖ソフィア大聖堂は、ウクライナの複雑な宗教事情を反映して、特定の教派が管理しない、博物館となっており、ウクライナ聖教会や、ウクライナ東方カトリック教会などが、日時をずらして使用することとなっている。聖ソフィア大聖堂は、キエフペチェルシク大修道院などとともに、キエフの、聖ソフィア大聖堂と関連する、修道院軍及びキエフペチェルシク大修道院。 として、1990年に世界遺産に登録された。ありがとうございます。